はい、カレーですよのハピーです。毎度どうも。ハスラーの中からお送りしております。僕が乗っているのは、ターボの 4WD というタイプなんですけれど、山とか海とか、そっちの方にね、遊びに行くのにぴったりだと、思いまして選びました。SUV スペースユーティリティビーグル、はい、カーゴルームの、自由度っていうのは、ハスラーそこそこありまして、なかなかね使い出がいいんですよ。そうは言いながらなんですけれど、自転車であるとか運転をしててハンドルを切った時に、ガッとこうね、G がかかってずれちゃったりとかあるじゃないですか。運転しててね、そういうものが後ろでガラガラと音を立てるのはあまりよろしくない。ずれちゃったり倒れちゃったりしちゃいけないものだって運ばなきゃいけない時あると思うんですよ。これがなかなか便利でして、最初からハスラーのカーゴルームにはですね、ボルトが打てるような穴が開いてるんですよ。で、そこに純正のね、パーツとしてカーゴルーム用のフック、4個セットでね、売ってるんですけど、これ高いんだよな、意外とな。まあ、可愛くデザインしてありますし、専用品だからとてもいいんですけれど、D リングがこう立ち上がるようなもので、ケーブル巻きみたいな、糸巻きみたいな形になってて、いろいろ使えると。まあ、そういうものなんですけど、それはね、ちょっとね、それに3、4000円出しちゃうのはそれくらいだったから、もうちょっと高かったかな。4個でね。そりゃないよという気分が正直ありまして。いいものを見つけたんですよ。これなんですけどね、これはですね、モトフィズというブランド、オートバイ用品のブランド名なんですね。はい、便利なフック、強い亜鉛ダイキャスト製カゴフックというものです。タナックスという会社が作っているものなんですけれど、2つ買いました。こんな感じ。これで、4つ分ですね。はい。ハスラーのカーゴルームにね、空いている4つの穴にこれでぴったり、入るようになってます。こんな感じで見るとわかるんですけれど、オートバイの、ナンバープレートとか、とリアシートの下にある、ボルト用の穴とか、そういうところに取り付けるというような用途が書いてあります。ただね、これね、たまたまですけど、サイズが、ハスラーのカーゴルームのネジ系にぴったりなんですよ。これ使うしかないじゃないですか。これね、それで Amazon で買ったんですけど、700円ちょっとかな、このワンパッケージ2つ入り。安いじゃないですか、これ。二つ買っても1500円ぐらいでしょ。それで、ね、純正のやつが4つ入って、3、4000円、もうちょっとかな。結構したんだよね。で、って思ったんです。いいでしょ、これ。ちょっとつけてみようと思います。さて、つけましょう、これ。ハスラーはね、なかなか気が利いてまして、ここにね、ちゃんとね、アクセサリーホールズって書いてあって、ボルトサイズ M6 ちゃんと書いてあるんですよ。これなかなかやっぱりそのデザイン性も含めてやるなぁと、僕は思いました。まずこれね、内装剥がし、これもね、いろいろ使うので僕一つ用意しました。先っちょがね、こういう風に薄べったくなって、こっちも同じなんですけど、これでこの穴をね、よしと、取れた、オッケー。こっち側もやりますね。よっ、よいしょ、おりゃ、オッケー。もう一個、よしと、オッケーオッケー、取れました。これつけていきましょう。カーゴフック、よいしょ。これね、よいしょ、どういうものかというと、現物これね、こんな感じなんですけど、これがね、ほら、こういう風にパカッと出るわけですよ。これがね、荷物用のフック、ここに紐をかけたりとか、S 缶とかね、L 字フックとか、そういうものをゴムベルトの先っちょにこうついてるじゃないですか。あれをかけて、それで荷物を縛っていく、そういうものです。何ミリだっけ、10ミリか、10ミリだね、これね。よし、 OKOK。あとは8ミリで締めるだけか。よいしょ、8ミリで締めます。よいしょ、隙間ちょっと狭いな、これ。あ、でも入るね。よし、ドライバーでやってもいいんですよね、これね。よいしょ、よし、逆側もつけちゃおう。こうやってね、これで回していくと早いかなと思った。よいしょ、 OKOK。よしよし、いいんじゃない、これで。
これであとは、うん、あれだもんね、ドライバーでちょっと締めとけばいいもんね。よし、簡単、簡単にできた。超簡単に取り付け完了です。いいね。ほらね、ここ見てください。こうやって前にフックが引き出せるのね、こういう風に。で、いらないときは畳んでおけば邪魔になりません。いいじゃん。おうおう、なるほどなるほど、いいじゃん。これでね、荷物をこう押さえるためのフックをこう使ったりとか、あとはそのあれですね、あのここの間にね、ネットを張ったりとかして、物があのガチャガチャ動き回らないようにそのネットの中にしまうっていうのもやり方だと思います。あとね、これ取り外した黒メット、これはなくさないように、これをね、取った時にまたこれをはめた方がいいでしょう。ということで簡単に取り付けができました。いいでしょう、これ。こんな感じで折りたたみ式というところも気が利いてます。えいやね、うん、結構ね、アウトドアで使うとかいう時に、荷物をね、ちゃんと固定したいものって出てくると思います。それからあと、荷物がね、少ない時も便利なんですよ。これ少ない時こそ、荷物が動きがちなので、あなたの、カゴルームを上手に使う、なんというかユーティリティを上げる、そういうのにぴったりだと思います。今日ご紹介したのはモトフィズというブランドの、カーゴフックでした。オートバイ用ですけれど、ハスラーに、ぴったりなので使ってみてください。カレーですよのハッピーでした。またね、バイバイ。揺れるカメラが揺れる。